なことだなというふうに感じました。ここまで大谷さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。子どもの感染も急拡大しています。大阪市在住で4人の子どもが学校に通う石川さんに今週の登校状況を聞いてみると、月曜は3人が途中下校、火曜は2人が臨時休校、水曜は3人が途中下校、木曜も1人が途中下校、全員が通常通りだったのは金曜だけだったといいます。割とすぐに濃厚接触者がいませんでしたのでということで、割と翌日再開っていうのは本当多いんですね。臨時休校、途中で下校した日もやっぱり外にはもう出ないで家にっていうふうに言ってるので、もういっそのことリモートに切り替えて授業すればいいのにとは言ってましたね。この状況に大阪府は対応を変更。学校では原則、感染者や濃厚接触者だけを出席停止とし、濃厚接触者の判断も保健所ではなく学校が行うよう変更しました。現場の教職員の方が本当に大変だと思うんですけれども、これまで通りの学校生活が送れるというところではメリットなのかなと思いますね。この臨時休校の影響は保育施設にも波及しています。大阪市内にある認定こども園では、職員40人のうち17人が子育て中の母親です。職員の子どもの学校で感染者が出た時など、お迎えの呼び出し電話が頻繁にかかってくるといいます。今日も1人お迎え要請がありましたので早退いたしました。この保育施設には200人が通っていますが、保護者の3割がエッセンシャルワーカーでもあり、ひとたび臨時休園となるとその影響は甚大。そこでオミクロン株の流行前に対策を強化していました。満2歳になった子どもからマスクは可能だということを園医の先生からもご指導を頂戴いたしまして、そこも保護者の方とご相談させていただいて、子どもたちがあまり嫌がるようでは強要しないということを原則としてつけておりましたが、その結果複数の感染者が出た際にもそれぞれ家庭内感染と判断され、濃厚接触者は出ませんでした。それでも保健所の判断が出るまで2回の臨時休園を余儀なくされています。大阪市は今週から自宅で子どもを見られる家庭については登園を控えるよう要請。この保育施設では保護者がそれぞれ仕事を調整するなどして毎日 3,4 割の子どもが登園を控えてくれているといいます。保育士が5人6人子どものことで休むことになったとしても、適正配置を守った中での運営ができると思います。保育園としての機能を維持していくっていうことに対してはお互いに協力し合い続けているという状態です。これは午後6時ごろの大阪ミナミの様子です。まん延防止等重点措置が適用され初の週末を迎える中、
多くの人が行き交っています。今日大阪では1万383人と過去最多の感染者数を更新、死者は6人となっています。今日東京の感染者数は1万7433人でした。5日連続で1万人を超え、週ごとに見ると3週前の27倍となっています。重症者数は昨日から2人増えて22人、死者は3人。今日までに病床使用率は 48% となり、都が緊急事態宣言発令要請の検討目安としている 50% が目前に迫っています。今日全国の感染者数は8万4942人と5日連続で過去最多を更新しています。厚生労働省によると、昨日までの全国の重症者は734人で、前の日から37人増加、700人を超えるのは去年10月以来およそ4ヶ月ぶりです。おとといから新たに18の道府県でまん延防止等重点措置が適用され、迎えた初の週末。札幌駅前は閑散としていました。北海道では過去最多の3002人の感染者が確認されています。人数が増えてきているのを見て、ちょっと恐怖感というか、そういうのはある。いつもより少な、めっちゃ少ないですよね、多分土日にしては。大阪の新世界も、京都の清水寺に続く参道も、人の姿はまばらです。特にこの辺が少ないです外国人の人も全然見えらんかったし。4634人と過去最多の感染者数を更新した兵庫県では、3回目のワクチン接種を促進するために今日から神戸市で大規模接種会場の運用を再開。1日あたり最大4000人への接種が可能だといいますが、今朝の段階で予約は2割程度にとどまっています。大規模接種会場の再開は名古屋市でも。多く、ね、増えてきたからね、コロナの時は。だから心配ですから、はい、受けましたよ、素直に。愛知県では今日5613人と過去最多の感染者数を更新しています。一方、全国の中で最も早く感染が広がっていた沖縄では979人と3日連続減少となりました。過去最多となった2週間前の1829人からは半減しています。新型コロナの入院患者が急激に増え続ける中、受け入れ先の病院の現状を取材しました。東京渋谷駅周辺、大勢の人たちが行き交う光景が見られました。1日あたりの感染者が2万人を超える可能性が出てきた東京都。病床使用率が緊急事態宣言を検討する指標の 50% に迫っています。医療現場の最前線です。熱と血圧を測りますね。中等症以下のベッドが60床ある昭和大学病院。病床使用率はおよそ 37% ですが、重症患者が多かった第5波とは状況が違うと話しています。実際に今コロナで入院されている患者さんの数は多くはなってきています。しかしその大半が軽症者、それほど医療逼迫しているわけではないです。
相良病院長は病床使用率 50% という指標だけで緊急事態宣言の判断をすべきではないのではとしています。通常診療がどれぐらい影響を受けているのか、あるいは重症者がどれぐらい出てきているのかという、いわゆる総合的な判断というものがより重要ではないのかなというふうに思います。東京都の病床使用率は 48% ですが、都の基準による重症者用の病床使用率は 4.3% と第5波と比べて低く抑えられています。34都道府県に拡大されたまん延防止等重点措置。まん延防止って言われてもあんまりふーんって感じでね、外出やめようとかっていう風にあんまりこうなってないような気がするので、人の流れはあんまり変わってないように思いますね。何回目かのマンボウなんで、みんな慣れたんじゃないんですかね。で、我々が今やらなければいけないことっていうのはですね、重症者が増えてこないように、あるいは緊急事態宣言を出さないように、やはり我々は今以上の感染対策をしっかりやっていこう、それが重要じゃないかなっていうふうに思います。今後懸念されるのが、日本でも確認されたオミクロン株の亜種 BA.2 です。デンマークの研究機関によると、感染力は従来の BA.1 の 1.5 倍以上とされています。デンマークとイスラエルの感染者の推移です。一旦ピークを超えたように見えても、そこからさらに増加、これが BA.2 に置き換わったことによって起きたと厚生労働省の専門家会議は見ていて、感染拡大には警戒が必要だとしています。スペインでレジの従業員を刃物で脅し、金を奪おうとしていた男が客の男性に取り押さえられ逮捕されました。男を捕まえたのはたまたま買い物に来ていた非番の警察官でした。スーパーの防犯カメラ映像には、レジの従業員の男性の横にぴったり張り付く男の姿が見えます。店にやってきた客の男性が大丈夫ですかと尋ねますが、従業員ではなく男が平気だと答えたため、異変に気づき突然後ろから男を羽交い締めします。男性は逃げようと暴れる男をそのまま床に押し倒すと、さっとナイフを取り上げて身の安全を確保し、男の動きも完全に封じ込めました。
この男性は非番の警察官で、たまたま買い物でここのスーパーに来たところ、強盗犯に遭遇したということです。レジの従業員に怪我はなく、男は駆けつけた警察官に逮捕されました。警察官ならではの勘と日頃の訓練の賜物ともいえる勇気ある行動に、スペインでは称賛の声が上がっています。埼玉の立てこもり事件で、逮捕された男が自殺しようと思い、先生やクリニックの人を巻き込んで殺そうと思ったと供述していることが分かりました。男はなぜ母親を担当していた医師に銃を向けたのか、その動機が見えてきました。今朝送検された無職の渡辺宏容疑者66歳。おととい、埼玉県ふじみ野市の住宅で医師の鈴木純一さんを人質に立てこもり、猟銃を撃って殺害した疑いが持たれています。鈴木さんの死因は司法解剖の結果、銃弾が心臓を貫通したことによる心破裂で即死だったとみられています。自分が骨折なんか病気して、でお医者さんにお世話になって医者になるって決めてから猛勉強したみたいです。最初の頃は本当に成績2がいっぱいっていうか、そんな感じだったのが、中学に上がってから猛勉強して、で大学に入ったんですよね。午前10時過ぎです。段ボールやジュラルミンケースなどを持った捜査員が渡辺容疑者の自宅に入ります。これから検証が行われるとみられます。医師の鈴木さんは事件の前日に亡くなった渡辺容疑者の母親の担当医で死亡確認をしていました。事件当日、鈴木さんたちは渡辺容疑者に呼ばれ現場を訪れていたといいます。渡辺容疑者と鈴木さんとの間に何があったのでしょうか。母が死んでしまい、この先いいことはないと思った。自殺しようと思った時に、自分一人ではなく、先生やクリニックの人を巻き込んで殺そうと思った。また、警察が渡辺容疑者の身柄を確保した際の様子も徐々に分かってきました。立てこもりが始まってからおよそ11時間後、渡辺容疑者が連絡に応じなくなり、人質にされていた鈴木さんの安否が確認できなくなったため、警察は突入を決断。確保です。午前7時58分です。男が確保されたということです。こちらは渡辺容疑者宅の間取りです。玄関から入って廊下があり、右側には6畳の和室があります。鈴木さんはこの和室で仰向けで倒れていて、後に死亡が確認されました。またベッドには渡辺容疑者の母親が安置されていました。この時、渡辺容疑者はベッドと掃き出し窓の間に隠れるようにしていたため、一見部屋にいないように見えたといいます。特に暴れる様子はなかったという渡辺容疑者。散弾銃はベッドの上に置かれていました。渡辺容疑者は立てこもり中にも死にたいなどと話していたということです。警察は渡辺容疑者が母親の治療や死亡をめぐり不満を募らせ、主治医の鈴木さんと何らかのトラブルが起きた可能性があるとみて調べています。東京ではですね、今日新たに1万7433人の感染が確認されました。昨日からは198人減りました。ただ2日連続で1万7000人を超えている状況、依然として高い水準です。